Thank you.
大会6日目、全国40大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまで
あと一歩。激闘の準決勝の幕が今上がる。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。東邦ゴール前のこぼれ、そして東邦学、これで明和。一方、元チームメイトの明和比、3年連続。こんな時、ヒューが…待て、ヒューが。この試合、ベンチに座れ。命令…あん…なぜ…負けるなみ…この…キャプテン…俺は…よし…そうだ、取られた…よし、あみんな…あと、ここ2対1。東邦学園、ついに目覚めた沢田君の、これで東邦学園、やった、やりましたよ、ヒューガさん。よし、全国対、それでも。くそ、いや、今日の試合、東邦は武志、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、め、は沸かします、明日。そうすれば、お、明和比。東邦はこれまで日向君がいない、そのため、もし、でも、そして、そして、今日の相手、フラノ中は、その中心は、つまり、そ、はい、うちもチームは、はい。大丈夫か、翼、怪我、うん、とにかく翼がそこまでも、熱いけど、ああ今日が今大会最大の難、明日の、はい、その難、しかしそのま、はい、よし、マネージャー、どうした、あれ、え、八幡、でもどれ、あ、へえ、そういえば、そうか、よし、今日はこれ、うん、サウゼ、なんか気合入るな、うん、目だ、松山、これ、お、ありがとうな、さあ、間もなく始まります準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日、東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、フラノサッカーの集大成、打倒南葛。松山君、俺は負けないよ。あと2つ、必ず勝つ。俺は日本で負け、優勝候補の南葛と東、ここにフラノ、守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば、しかし俺には翼やヒュだから、必死でその努力必ず実らせ。勝って、松山くん。
翼くん、怪我がひどくなります。